涙で濡れた部屋にノックの音が広がった。誰にも会えない顔なのにもうなんだよどちら様。名乗るほど大した名じゃないが誰かがこう呼ぶら不明か。あんたに笑顔を持ってきた。寒いから入れてくれラフメーカー。冗談じゃない、そんなもん読んだ覚えはない。構わず消えてくれ、そこにいられたら泣けないだろう。ウェイウララルラルララルラ。男女金上げとか奥上奥下わからんな。わかんないんだよな。大洪水の部屋にノックの音がコドロロロロ。あの宿また嫌がったのか。消えてくれって言ったろ。そんな言葉を言われたのは生まれてこの方初めてだ。非常に悲しくなってきた。どうしよう泣きそうだ。ラフメーカー冗談じゃない、あんたが泣いてちゃしょうがない。泣きたいのは俺の方さ。こんなもん読んだ覚えはない。イエイルララルラルララルラ。イエイ二人分の鳴き声トーク。ラフメーカー夏。そう、なんか、フランス時代とかそうなんやな。なんか、フランスとかマットとか、あったよね。夏すぎる。何年前だっけ、これ。何年前だ。2000年だって、もう20年前。生まれてね、ねな。ドアを挟んで背中合わせ、しゃっくり混じりの泣き声。膝を抱えて背中合わせ、すっかり疲れた泣き声。今でもしっかりお礼を笑わせるつもりから、不明か。それだけが生きがいなんだ。笑わせないと帰れない。今ではあんたを部屋に入れてもいいと思えたが、困ったことにドアが開かない。溜まった涙の水圧だ。そっちでドアを押してくれ。鍵ならすでに開けたから、うんとかすんとか言ってくれ。どうしたい、おいまさかラフメーカー冗談じゃない。今さら俺一人置いて構わず消えやがった。信じた瞬間裏切った。ラフメーカー冗談じゃない。逆側の窓の割れる音、鉄パイプ持って泣き顔であんたに笑顔を持ってきた。イエイルララルラルララル。あ、もうみんな涙でかすんどる。団長の歌で泣いとるんや。ありがとう。小さな鏡を取り出して俺に突きつけてこう言った。あんたの泣き顔笑えるぞ。呆れた。なるほど笑えた。